今 SNS で話題となっている一冊の漫画。アフリカ生まれ日本育ちの作者が感じた日々のモヤモヤが描かれています。子供の頃、死ぬほど緊張した時間といえば運動会の短距離走。黒人は足が速い、勝って当たり前という暗黙の期待。黒人に対する強大化した身体能力神話だ。声を大にして言いたい。黒人全員が超人的に運動神経いいわけではないんです。これが偏見や固定観念から自覚なく相手を傷つけてしまうマイクロアグレッションと呼ばれるもの。父がアメリカ人、母が日本人の女性は生まれ育った香川で長年マイクロアグレッションに苦しんできました。東京では自分の髪質を生かしたヘアスタイルで過ごしているナキヤさん。自分のこう生まれ持ったものを出そうかなって。髪をセットして渋谷に遊びに出かけることが今の暮らしの楽しみです。ところが香川にいた時はこの髪を好きになれず、目立たないように押さえつけていました。始まりが小学校の入学式で、男の子にうんこ色って言われて泣きながら帰ってきたことから、なんかこう始まり、髪の毛もその普段結んでたんですけど、その時たまたまゴムがちぎれちゃって髪下ろしてたんですよ。そしたらなんか先生が笑い、私に笑い始めてこうした差別的な行為だけでなく、ナキヤさんを苦しめていたのは毎日のように続くマイクロアグレッションでした。体育の授業だったんですけど、反則できるじゃないですか。そしたらこう腕が出て、でその子結構浅黒い子だったんですね。なんで、あ、もうちょっとで近づいてくみたいな感じで言われて、でも外に出たらまた見られたりとか、またこそこそ外人とか言われるのかなって思って、悪気はないけどその言っちゃって、で私がそれ傷ついてることも知らないみたいな。悪意のない発言だからこそ指摘もできず、自分が傷ついていることを悟られないようにしていました。当時の心境を物語るものが今も残っています。私の携帯何を検索してるのかと思ったら、肌を白くする方法っていうので、なんかこれが全部私が検索したやつなんですけど、母の携帯電話でこっそりナキヤさんが検索していた履歴です。黒人ハーフ、肌色を薄くする方法。何度も検索を繰り返し、苦しみから抜け出す方法を探していました。母にもう白くなりたいとか言いながらすごい泣いてて、泣いて相談してた時があって、見られてたらそのいろいろ疑問視するんですよ。髪が気になるのかなとか、肌の色が気になるのかなとか、なんかおかしいかなとか、なんか自分がやっぱ おかしいのかなっていうふうに思っちゃって、人と違うっていうのが常にこう思い知らされる感覚。周りの友達とかと一緒にいても自分だけ目立ったり、自分だけその見られたりするんで、結構その他の人との差が辛かったですね、私は。